えー、なんか重はゆい感じですけど最終講義を迎えることになりましたはい、えー、え普段僕はあのどちらかというと万事控えめでしてね、えー、なんで笑うんだ <laughs> あの今日は最終ということでまあ恥もかき捨て <laughs> ということで自、えー、分丸出しでいきたいと思います。えー ちょっと下品な自分の出し方になるかも分かりませんが、ご容赦ください。はい、マイク入ってますかね？はい。えー、っと！まあ、すいませんね。このこのマークのあのポスターやチラシがベタベタ貼ってて、えー、ここまでやられるとは思わなかったので、えー、ちょっと頭巾を用意してこなくちゃいけなくて、<laughs> あの表歩けないような。 感じでしたけど、はい、えー、始めさせていただきます。えー、っと、まずですね、あの美と政治っていうときには。まあ、僕が考えているのは、あのプラトニズムの基本形ということです。これは、あの。いきなり、自分丸出しですいませんね、あの、自分の本の線で <laughs>。かねてますけれども、空海と日本思想で。えー 成長したまあ哲学の見方ですけれどもねまあビット政治っていうのをあのつなぐ X があるとまあそう考えたいんですねまあビットを X と政治をこうつなぐのプラトニズムの基本形ということであのまあこの場合 X がイデアと考えるわけですね。 まあこういう基本形自体プラトンが作ったんじゃないかというふうに考えれば哲学の見方は非常にに明快ななるんじゃないかと、うん、あの皆さん哲学ってややこしいと思っているでしょうこれはあの、えー、哲学を語る人の頭が曇ってるからややこしくなるだけじゃないかなと私は思ってましてね、えー、もうと,とにかく、えー、短く明快に話せない。 哲学は無用だと偉そうなこと言いますけれどもねただ短くしか語れないっていうのもねそこが浅いかもしれませんけれどもまああのそういうものの見方です。でこれでざっと大雑把になりますけどこの X に何を代入するかざっと見てみますとね西洋中世では神ですよねうんつまり神の知性の内容になっちゃったんですよ。 イデアっていうのがね、うん、あのだから神はより超越的でより大きいものとまあそう考えたわけですねこれは僕があの実説で言ってんじゃなくて私めが尊敬する、えー、亡き山田明先生の授業中に彼が熱弁をふるってたところです、えー、おそらく山田先生ですから間違いないですと思いますはい でえー、近代になりますとまあこれもよく言われることですけどこの x の位置に人間精神なしは人間主体、うん、最初はあの人間の知性と言われてましたけれどもね、うん、まあ後の、えー、分かりやすい言い方をすると「人間精神なしは人間主体」あの西洋の場合そう考えればいいんじゃないかと。 なんでこんなことを考えるかと言いますとねあの美と政治は直結できないんですよ <laughs> これはね。にもかかわらず美学の政治家とか政治の美学家とかいう非常にとんでもない議論があのやられてるってことに僕は非常に危機な思いを抱いてるんですよ。あたかもかっこいいことのようにね、えー、美学の政治家とかね。 政治の美学化とか、これはとんでもないことで、えー、あの直結できないからこそプラトンはイデアを挟まざるを得なかったわけですよ。うん、あのまあプラトンの場合はまあこういう話、えー、細かにやってると自分の丸出しができませんので <laughs> 適当に走りますけれどもねあの美。び 美と善を合わせて善美ってことを考えるわけですね、うんあの。まあそれでカロカガティアという造語まで、えー、あのやられるってことになりますけれどもね。うん、あので美と善美とまあ一語で言うと善ですね。美と善と政治。まあこの場合イデアで言うと正義ですけれどもね正義。うん あのよく「真善・美」のイデアというふうに三つ揃いで言われますけれどもプラトンの著作に「真善・美」三つ揃いで出てくることは一度もないんです。うん、あ,のあ,あえて三つ揃いで出走すると「美」と「善」と「正義」なんですね。これはいくら強調してもし足りないあの。なぜかというと、えー、近代になると真理ばかりが独り歩きして。 あのまあデカルトの影響かどうかは知りませんけれどもね、うん、あ,のあたかも哲学は真理だけを預かっとけばいいこういうふうに思い込まれてる節があると思うんですね。これは僕は僕危険じゃなないかなと思いますというか哲学を模様化しかねない、うん、だって真理ってのは普通に言うともう科学がやってくれるわけでしょう。 下手をすると哲学無用っていうことになれかねないですよね、うん、あのところはプラトンにさかのもってみると真理というのはむしろ B より以下じゃと見られたんじゃないかなと思える節があります真、うん、理にも度合いがあって美しい真理ほどいいわけですよプラトンにとってはね、うん あのまあこれ以上ここにこだわることはしませんけれどもね今日の話は素人のプラトン論議になりかねないんでやめておきますけれども簡単に言うとそういうことです。で京都学派が偉いなと思うのは僕はこの X に京都学派は絶対も代入したんじゃないかとこれは非常な概念のそうなんじゃないかなと思いますね。うん、あの で、えー、下にしょうもない名前が出てますけれども今、えー、カステカンをこの X として代入してみたいと考えたのが篠原元明っていう人です、えー、ニタリア名あ今日茶をお茶の挨拶忘れてましたね <laughs> <laughs> もう遅いですけれどもあの元木篠原ですはい、えー、ちょっと照れてますねあの今カステカンを代入したらいいんじゃないか いうふうふに考えたわけですまあこれについて今日お話ししようということですね。でいきなり自分流の定義を出しますけれどもねまあ許してもらえますよね、えー、自分丸出してお断りしてますから。で自分の本の宣伝もさせてもらいます「西の王国美学講義副題ですけれどここで出した僕の定義ですけれどもね とると、うん、これ結構気に入ってるんですけれどもね、えー、今のところ本人だけですけどえまあプラトンに、えー、ちょっと打診してみますとやはりこの美のイデアというのを非常に大事にしますね先ほども、えー、申した通りで実はプラトンにとって哲学とは 美そのものを探求する学問のことなんですね。これは教演ではっきりと言ってます。美そのものを探求するかの学問というふうに言ってますけれどもね。これはあの本当に見過ごされがちな言葉ですけれども、何度言っても強調したりないそういう言葉だと僕は思ってます。ただあのプラトンの場合ですね、永遠なるイデアと 生成成変変化化この世の世世界は生成変化しますね生まれたり消えたり衰えたり成長したりいず,れにせいずれにせよ変化するわけですそういう生成変化っていうのは永遠なるイデアに比べるとやっぱりちょっと堕落したものとそういう含みがありますね。ただあの、まあ、源泉と言える 根源というかかかどうか分かりませんけれどもね、うん、ただイデアっていうのはあのプラトンの場合天上世界にありますからね根源という根っこ的イメージでも源泉という泉的なイメージでもちょっとふさわしくないかもしれませんけどただいずれにせよまあ元の元というかなうんあのだから「美」とは生成の源泉への三胆の思もこれはプラトンのことも考えて。 定義してみたわけですただあのまあ僕的な見方からするとやはりあまりにも永遠と生成っていうのをこうヒエラルキー化してるんじゃないかプラトンの場合はね、まあ、だからこそプラトニズムなんですけどね、うん、あの僕の立場というか、まあ、偉そうに言いますけどこの「生成と永遠」っていうのがあの紙一重。 表裏一体だとまあそう考えてみたいわけですじゃああえて永遠になるものといったら何を考えればいいかというとそれが今かつて感ですね。今かつてとていう今かつての間今とかつての間あこの説明がすべきでしたね「今かつて感」って僕の,あのまあ,あの言葉ですけど現在と過去の間ということです。 ただ、これ現在と過去の間というと、何か三つの項目のでてきているように。取られがちなんで。取られるかもしれないので。今かつて感と一語にしたわけです。なぜかというと、これ以上あの分解できない概念なんです。僕にとっては。今かつて感。これは永遠の昔から。未来に至るまで、この今かつて感が根源だっていうのが僕の考え方です。 なぜかというと、えー、差異の問題ですね。今とかつての違いこそが差異の根源であると、まあ、そう考えるわけです。あの、生成変化するってことは、次々に差異が出てくるっていうことですから。うん。生成変化の問題は、差異の問題でもあります。で、この。まあ、まあ、ちょっとした試行実験してくれれば、わかることなんですけれどもね。 つまり赤い色を見た後で黄色を見るとしますね。その場合、えー、赤赤黄色を見てるときにその前に見た赤のことをすっかり忘れているとしましたら、これはあの赤と黄色の再々あの関手しようがない、感じ取りようがないと。うん、さらにあの範囲を広げてみると。 今目の前にあるのは赤と黄色だけじゃないですよね。あるいは単色だけじゃありません。うん、あの複数のものすごくニュアンスに満ちた多様な色彩が溢れてるわけです。ということはこの無数の彩、あのあえてあえて言うと無数の今活着感のあの共存がねここにあるわけですよ。 つまり赤と黄色の違いは赤,をあの赤と黄色の違いまあ僕はそのリズムの違いベルーソンが考えたようにねリズムの違いと捉えた方がいいんじゃないかなと思いますけれどもあのリズムの違い今かつて間のリズムの違いこれによってだから無数の今かつて間のリズムの違いが今目の前に広がっているとまあそう捉えたいわけですよ。 うん、あのそうするとまあ僕たちの感性的な世界はあのまあ現代音楽的な言い方をするとポリリズムで成り立っていいる、うん、ポリリズムっていうのはストラヴィンスキーが「春の祭典」で使ったようにねあの複数の表紙がこう、えー、同時的に、えー、鳴り響くまあある意味で色彩のポリリズムなんですよ。 目のの前に広がっているのはね、うん、こ今この場だけじゃなくて、うん、いつだってそうだ。ということはあの今かつて間の複数のリズムを我々生きているということになるんじゃないかなと、まあ、そう考えてみたわけです。でじゃあ芸術は何かっていうと僕はこのサイがねどい,くいくら才がこう開発されて。 増幅されて、えー、強調されても許される世界が僕は芸術だと思います。うん、だからあのまあ先ほどもちょっと挙げましたけど才能王国というタイトルにもしたわけです。えー、ちょっと嫌味なあの経済用語。 借用して際の過剰特区と <laughs>。これはちょっと嫌味ですね。もうやめておきましょう。<laughs> えー、あんまり金金のことばっかりですからね。世の中は。はい。で、ただ、あの、この。三つの、あの、ものを配布。配布でつないで。えー、考えることにしました。 その3つのものっていうのはより広い言い方をすると感じ分けけけとと行い分けと語り分けですつまり感じることと行うことと語ること、うん、硬い言い方をすると感性と行動と言語、うん、この3つのレベルで僕たちの世界成り立ってんじゃないかなと考えています。 採で,ですからやっぱり分けないといけませんね感じ分けるでそれに対応する形で行い分けるまたそれに対応する形で、えー、語り分ける例えば赤い信号青い信号赤と青を感じ分けそして止まったり、えー、進んだりしますで止まると赤を見れば止まりなさい青を見れば進みなさいというふうに言語化できると。うん まあ最低限この3つのレベルで成り立っていると、まあ、そう考えるわけです。でこれがアートの場合だったらやはりこの行動というか行い分けにあたるのが、えー、制作つまり作り分けるでまあ下の方に書いてますけど演奏上演展示引用というふうにまあ使い分けですね言ってみるとね作品を使い分ける。 あのまあ、僕自身よく美術館の,のキューレーションよくというほどじゃないですねたまに、えー、お呼びがかかってやることがあるんですけどねまね、あ、その場合あのどういう展示をするかで一つの作品の見え方がずいぶん違うんですね。うん これはだから結構展示作業って僕は好きなんですけれどもね、えー、こう並べたらいいかなとかね、えー、壁のどの辺りに、うん、かけたらいいかなとか、うん、あるいはあのーえー、普通展示許されないところにかけてみようとかね、うん、まあ結構そういうことで、えー、やっぱり使い分けることで作品の見方も変わってくる。 作品の漢字分けが、展示という使い分けによって、ええー、漢字分け自体が影響を受けてくると。これはやっぱり一種の演奏なんですよ。音楽作品も演奏家のか。まあ、演奏家の数だけと言ったら言い過ぎかもわかりませんけどね。いい演奏家の数だけですね。いい演奏家の数だけ、やっぱり、一つの作品でも。演奏が使い分けられていきますよね。うん。 でその使い分けの数が多い作品ほど逆に言うとねいい作品でしょ、うん、あのグレン・グールドの弾くバッハと、えー、ウィリヘルム・ケンプ、まあ、古い名前ですみませんねウィリヘルム・ケンプの弾くバッハとではね、えー、同じ作品かと言いたくなるほど違いますしね。あの同じグールドでも あの若い頃か弾いたバッハの、えー、何だったっけゴールドベルク変奏曲と晩年に弾いた晩年といってもあの50前後ですかね亡くなったのがあのその晩年相手晩年と言いますけれども晩年に弾いたゴールドベルク変奏曲2倍近く違いますからね演奏時間が同じ人かと思うくらい、うん、同じさ まあ同じ作品ってわのは分かりますけどね <laughs> いくらなんでもね、はい、<laughs> でやっぱバッハ偉大でしょこれはね、うん、ジャズにもなったわけですからねジャズピアノで弾かれるバッハもあるそれでも僕らあの平気で会えー、なえー、なええー、なというふうにね聞いてますそれをもっと推し進めて違うほどいいんじゃないかと違う演奏を生み出すほどいい作品じゃないか まあそういうい考え方はあのポール・ヴァレリーも示唆してますけれどもね、うん、ポール・ヴァレリーという19世紀から20世紀前半生きたフランスの有名な詩人思想家がいますけれどもね、うん、まあそういう違うほどいいっていうのが作り分け使い分けそれだけじゃなく語り分け語り分けっていうのは差し当たりはほらやっぱりいい作品ほど いっぱい論文書かすじゃないですか。うん。あの私も最後の年で、えー、あの駆け込みと言ったら失礼だけどドドッと白論が出てきましたけどね <laughs>。まあこれ以上申しません。素晴らしい論文だけばかりでした。ありがとうございます。あのやみじゃないですよ。本当にねあのいいあのいい。 陰性を持てて幸せですあのそれがまあ一例ですけどね、うん、比較的よく分かる例がこれですね。あのマティスの「赤いアトリエ」僕は大好きな絵なんであえて挙げさせてもらいますけど1911年ニュー,ーニューヨークの近代美術館が持ってますけどあのー、これはまあマティスの 非常に特有な感じわけですねだって赤一色ですから、うん、一色じゃないですね赤一色じゃないんですねあのでも赤の主張色が非常に目立つこれ実はマティスはあの最初青く、ね、青一色だったんですねただやっぱりマティスってそういうタイプなんですけどね、えー、赤い食卓でも赤い食卓というふうに赤が目立つ。 作品がありますけど、これもやっぱり青で、えー、当初塗り始めてだんだんこう変わっていくわけですね。マティスはプロセスがで非常に変わっていく画家です。だからあの自分のそのプロセスごとの変化を写真に残したりもしているくらいですね。うん。だからマティスは色を塗った後でやっぱり感じ分けしていくわけですよ。ああ、うん、やっぱりちょっと色変えた方がいいかなと。うん。 そういうい試行錯誤しながらこの赤にたどり着いたわけですねほ本当はもっと鮮やかなんですけどねこの赤はねまあその辺堪忍してください。でほとんどここに集められているのは、はい、あのマティス自身の作品ですだからマティスは自分の作品を複数使い分けしてるわけですよちょっとこう飾ってみたらどうかなとかああ飾ってみたらどうかなと。まるであのえー キュ,レーキュレーターがやるようなことをやってみせてるわけですよ。でそこにあの当然「赤いアトリエ」という一つの作品の中にいわば引用してるわけですね引用してるわけです。うん、しかもこの「ゴーシャツー」というフランス語的に言うと「ゴーシャドゥ」ですか「ル・ドゥクスル・ルリュクス」という。 リュクス・ドゥですけどねあの「ゴーシャ・ニという別の作品がありますけどこれをここに弾いてますけどねおあの周りに合わせてこの肌肌色のの人物の肌が赤く染ままってますね、うん、だから言ってみると単なる引用というだけじゃなくて音楽用語で言うと編曲してるわけですよ。うん 音色を別にしている色彩を別にしている一種編曲もしているわけですだからマティスはこの絵の中で、えー、もちろんこの絵を作り分けしているんですけどね作り分けしている、うん、一つの単独の作品として他の作品と違うように作り分けしているしかもあの展示しているキュレーションしているしかも引用している しかも変曲してる。複数の使い分けをしてます。そしてちょっと注目してほしいのはですね、わかりますかね。ボアルボアルかな。<laughs> まあいいです。えー、あの。 時計が真ん中にあるんですけどこの真ん中の時計よく見るとですね時計の針がないんですようん時計の針がないこれについてね二通りの解釈があるんですよ面白いことにねつまりこのマティスはここでユートピアを描いたんだとうん理想の世界を描いた まあ理想の世界に自分の作品に囲まれたいっていう作家ならではの願望もあるんでしょうかねそういう理想の世界を描いたその理想の世界っていうのは永遠なる世界のはずだからあのプラトン的世界を描いたんじゃないかとつまりプラトンのイデアの世界は時間,時間ですねつまり生成変化を免れてますから、うん、時計の針を描かないことで 彼はあのプラトン的ななな永遠なる世界を描いいたんじゃないかという解釈もありますところがね僕はこっちが正しいんじゃないかなと思うんですけどマティスはあのベルグソンの愛読者だったんですよ哲学者ベルグソンのね。でベルグソンはの有名な主張は皆さんご存じかどうか分かりませんけどあの 時計が示す時間っていうのはだから時計の針を外すことによって描かないことによってマティスはベルソン的な時間そのもの真の時間そのものの中でこうたゆたっているというかな、うん、複数のリズムで息づいているようなそういう世界を描いたんだと。 それこそがマティスにとって理想的な絵画世界だったんじゃないかという説もあります。ただね、これはあの。どっちに決めないといけないということはないんですね。芸術作品の解釈は。法律の解釈だったらね、死刑か無罪か。どっちにどっちもいいだろうということはいきませんね。 これは大変ですよね。お互い被告と原告とで殺し合いになりますからね。これは大変です。あのただ芸術作品の場合はむしろ複数の解釈が出されるほどあのその作品の見方が豊かになりますからね。うん。そちらの方がいいかどうかは知りませんけど、あのやっぱりそれで、えー、非常にあの作品の見方が 複数化してきてきねやっぱりがが増幅されていくここがポイントなんですねうんまあマティスのこの作品はあの解釈に関してはねそんなにべらぼうに提案されているとは思いませんけれどもねむしろ「モナ・リザ」の解釈とかあるいは世同じ20世紀でいうと「デュシャンの大ガラス」の解釈とかね この方がまあ本当にあると思いまさか、ね、だそういうわんさかあることでデュシャンの「大ガラス」も非常に何というかね豊かな見方を提示してくれるわけですよ。でモナ・リザの魅力もねいやましていくわけですよ、うんそ。そこにちょっとポイントを置きたいんですね僕的には。 であのまあざざっとこのアートの話をねちょっと、えー、別の視点から要約してみますと芸術っていうのは今かつて間の今に強調点を置くと新しいただかつては切り離せませんから。 かつてとのかつてがあってこそ債も際立っていくわけですからね、うん、永遠の現在なんていう哲学者いっぱいいますけどねあのベルグソンもそういう言葉使ったりしてますけど僕はベルグソンの場合口が滑ったんじゃないかなと思いますけどね、えー、お前と一緒にするなと向こう側から叱られそうですけどあのまあ あの深い意味でおそらく言ったんでしょうけれどもね。あの。やっぱり単独だ今。があたかも考えられるかのようにね。こう。考えるのは僕は間違いだと思いますね。際の哲学を徹底させようとすると今かつて感。から失敗しないといけないと思います。うん、ただ今かつて感のやっぱり重心の置き方は違ってくるわけで。今に重心を置くと。 新しということが強調されてくるだから僕のハッピーカラーであるラッキーカラーである紫で強調したつもりです、はい、まあどうでもいいことかは分かりませんけどねただかつてに重心を置くこともありうるわけです、うん、かつてに重心を置くこともありうる僕はそれが政治じゃないかなと思います。今かつてて感をによって 美と政治あるいは芸術と政治を結びつけるその結びつけ方はあのどちらにぶれるかであの中継できると思いますね、うん、でその政治の話です、えー、手前勝手な定義をまたドバッと述べますけど政治とは何か 僕はこう考えた方がいいと思います。政治ととは悪に対するる戦いであこの「悪に対する戦い」っていう時にあの悪意に対する戦い悪意悪い意志ですね悪意に対する戦いという言葉を使った人がいます。それはあのまあほとんど日本では知られてないでしょうけど17世紀前半ちょうど。 デカルトと同時代を生きたスペインの。えー、思想家グラシアンという人ですね。グ、うん、ラシアンじゃないですよ。グラシアンです。うん、そんなに受けた。<laughs> 照れますなあという感じですけど。あのグラシアン。この人の言葉に悪意に対する戦いという言葉があります。おそらくあの。 悪意という言葉を非常に品質させたのはマキャベリーですね。マキャベリーの本を見るとやっぱりこの人間の悪意っていうものがいかにね、えー、恐るべきものかが強調されていると思います。だからこそ見防術数が必要なんですね。統治の術、アルテディス,スタート、アルテディスタートというイタリア語でマキャベリーは言ってますけどね、統治の術。うん 悪意があるからこそ統治の術が必要であるとでマキアヴェッリー以前はまあ非常にのどかでね人間ある程度までは悪いことするやろうけどそんなにひどいことしないだろうというねどちらかというと楽観的ななな考えをしていいたんじゃないかなと思います、うん、だからこそマキアヴェッリーはあの近代政治学のね祖というふうにいろんな人が言ってますね。うん で、えー、ただね、僕は悪意というのは、やっぱり現代では成り立たないと思います。なぜかというと、あの。悪い意図がなくっても、ひどいことが起こるのが現代でしょう。ん。あの、最近よくね、高齢者がやりますけど、まあ、自分も高齢者にな、ってるんで <laughs>。あの、えー、あんまり他人事のように言えないですけど、例えば。 あのよくコンビニに自動車が突っ込んだりするじゃないですかあの場合やっぱり多いパターーンはアクセルとブレーキを間違えてんですね、うん、若い人でさえちょいちょい間違う人もいるくらいですからもうこれ老人はね自分も含めてダメですわ、うん、その場合でも老人には悪意はないわけですよ、うん、悪意はないわけです。ましてやあの原発の事故とかね、まあ 東京電力自体が悪意の塊だっていう人もいてまあ僕も僕もそれは間違いじゃないだろうと思いますけどねあのやっぱり全てを悪意のせいいいにすることできななじゃないかとそうするとあの悪意のせいで片づくんだったら、えー、刑,刑法でよくやるようにね裁判でよくやるように動機とかね意図とか、うん、僕は刑法も変えるべきだと思いますね。 動機は意図を聞いても仕方がない時代だと思います。うん、ここに法学関係者はいないと思いますけどね <laughs>。あのまあでも政治家は誰でもなりますから、えもし志ある人がいたらあの先生の意見を取り入れるということで立候補しますから、あもちろん応援させていただきます。はい、一票は入るでしょう。はい、じゃあその。 悪ってのは何かということでこう考えてみました生成の唐突な中断である悪とは何か生成の唐突な中断であるだからなぜねその、えー、通り魔殺人に襲われて命をなくすということまあ非常に多くなりましたねそういうことも物騒な時代になりましたけどやっぱりその人その人を がやっぱり自分の生成を生きてるわけですねそれが自分の人生を振り返る余裕も与えられないまま中断されるわけですよこんなにむごいことはないですね、うん、だから悪ってのはまさに生成の唐突な中断と考えればいいと思います、うん、だから悪悪に対する戦いはそ,そういった悪の数だけ ありますね主にまとめるとやっぱりあの犯,罪犯罪によって、えー、唐突に中断される、えー、侵略によって唐突に中断される災害、まあ、事故も含めてね災害によって唐突にあの中断されるだからそれに対する戦いとしては警察軍事防災これは必要でしょう。 これは技術的なな政治の問題なんですよ日本の政治家は本当にレベル低いなと思うのは軍隊を持つこと自体を議論するバカなことをいまだにね平然とやってますけど軍隊を持たないんてありえないですよ。<laughs> うん、バカの極みと言いたいですねゲスの極みじゃないですけどはいこれ以上やりません。<laughs> うん、あまり政治的な発言は控えようと思いますもう遅いですけどはい技術的政治っていうのはね小林雄がよく言ってたみたいですあの朝日新聞のどこかで読んだんですけどね、うん、もう政治家はもう技術優秀な技術家であってくれればいいとうん それ以外の何も望まないって言うのが彼の口癖だったようでね。これ本当にそう思いますね。<laughs> 技術的なね、手法的なミスばっかりが目指す。あの、まあ、今日この頃ですからね。ただね、僕は小林秀雄さんにも。ちょっと、あの、えー。反対したいのは。やっぱり哲学的政治っていうのを考えるべきだと思いますね。うん。 それは何かというとやっぱり根源悪というものを考えるからです。なぜ考えるかというとまあちょっと考えればお分かりの通りだだって所詮は死ぬわけですよ。うん。自己死にしようが犯罪通り魔殺人で死のほうがねだだって、えー、やっぱり死んでいくわけ。でその場合通り魔殺人で死んだ人が自分の 人生を振り返る余裕を与えられないと言って、ま、いさっき言ってしまいましたけどそれも分かんないわけですね本人じゃないわけですから。あの血を流しながらニヤニヤして言う話じゃないですけどね血を流しながら彼は彼なりにあるいは彼女は彼女なりに、えー、死んでいったかもわからない、うん、問題でもその後でしょうん。 あのよく通りマサジンで亡くなった人のと後のところにね、ややっぱ花が備えられていたりしますね。うん。あれはやっぱり決してこれを忘れないぞということでしょう。うん。でやっぱり語り継ぐ阪神大震災であれ、三点一一であれ語り継ぐっていうことをやってますね。やっぱりあれは何のためかというと忘れないためです。うん。 つまり根源悪っていうのは忘れることなんですよ、うん、とんでもないひどいことが起こったということを忘れることなぜこれがあの根源悪というかというと多少哲学的に言いますと断ち切れないものを断ち切るから、うん、根源的な意味で断ち切れないものを断ち切るからで僕の、えー、立場から言うと今とかつてです今とかつてちょっと赤でね引いときましたけど 僕にできるパワポの工夫はせいぜいこれくらいです <laughs> 理系の人たちがくるっと回転したりできる <laughs> ちょっと試してみようとしたんですけどねまだうまくいきませんでした残念ながら今日はせいぜい赤でスラッシュを入れるくらいです悪を赤赤字で変えるとかね芸がなくて申し訳ないですけどだから根源悪に対する戦いっていうのは振り返りつつ新しい。うん 芸術の立場は新しみつつ振り返る今に焦点を置いた新しみに焦点を置いた新しみつつ振り返るだったとしたら今度はかつてに焦点を置いた振り返りつつ新しいこれが根源学に対する戦いであってこれはよく考えると歴史なんですね歴史を書く歴史叙述うん。クローチェ 的な言い方をするとストリオグラフィアつまり歴史叙述ですね歴史記述それこそが僕は哲学的政治だと思いますですから悪に対する戦い根源悪も含めるとあのこういうことになりますね、うん、政治っていうのはだから歴史のこと歴史の叙述のことじゃないかと思いますで悪に対する戦い技術的な意味でですね まずちょっと考え,考えてみます芸術を際の王国として、えー、先ほど扱った時に、えー、感じ分けおこあまあ行い分け語り分けのこの3つのライバルについてお話ししましたけどねもう一度繰り返すと「自己死」という悪に対する戦い「生成の唐突な中断」 これに対する戦いっていうのは技術的な政治のレベルではやはり信号の感じ分けで通行の使い、行い分けで法律の語り分け法規の語り分け交通法規の語り分けまあこういうことが考えられますね。当然この、えー、もっとと、と…広げると感性と、えー 行動とまあこの場合法ですね法になりますけれどもねでこれがあの生成の唐突な中断をに含まれる自己心対する戦いになるわけですうん技術的な政治のレベルではねところがあの哲学的政治のレベルでは振り返りつつ新しむとこれはまさに 暴客に対する戦い、これが歴史上のになりますね。うん、そうすることで今とかつてという中断支援のものを中断するというこういうあ根源悪に対して戦うということになるわけです。ところが歴史の実実はあのこれは僕はベネドットクローチェが言った通りだと思いますね。あらゆる歴史は現代史であると。つまり現代の関心の下で。 えー、物語る行為これが歴史であるというふうに、えー、彼はあの言ってのけましたけれどもね、うん、このクローチェのまさに言う通りでどういうその今に対してどういう関心を持つかで、えー、過去の振り返り返方は千差万別になるわけです、うん、だからクローチェは「物語」と言ったわけですね「物語」うん。 普通の物語や実在するか実在しないかという判断が中ずりになっています停止になっていますだからドン・キホーテの物語やドン・キホーテが実在したかどうかはさしあたり中断されるわけです中ずりになるわけです、うん、ところは歴史はやっぱり実在した出来事であるってことがやっぱり大前提ですからね、うん、だから あのまあ物語といっても架空の物語とは違いますけれどもねただ語り口によって千差万別になるっていう点では <laughs> あの普通の物語と一緒ですね。うん、で、えー、その振り返りの所想ですただ振り返る振り返ると僕はあのジッパーひとっからげのように言ってますけどあの振り返り方は大きく3つあると思います。 これはあの我々の人生を振り返ってみても同じことが言えると思いますけれどもやっぱり懐かしむ過去もあるでしょあの頃懐かしかったなとかねうんまあ大体の場合いい,い,い過去ですねいい過去で,すでもあの嫌な過去もいっぱいありますよね、う。ん そういう場合はやっぱり悔しみながらこう振り返るわけでしょうん。ただね悔しむというこういう振り返り方をちょっと反省してみればわかると思うんですけどねなぜ悔しいのかうん。それは別用であり得たかもしれないから悔しいわけですよ別用にならなかったから、うん、えー、自分のこと言うようであれですけど僕は京都大学入った時工学部に入ったんですね うん、で自慢するようですけど3年間いて2単位しか取れなくって文学部に変わりましたもし最初から文学部に行っとけばね、えー、もっと早く卒業できてね、えー、もっといい人生をくれたかも分からない、うん、まあ大して変わらないと思いますけどね1年か2年じゃあのまあその場合ほら なぜその工学部に入ったことを悔しむかというと文学部に入ってたらなという別用でありえたかもしれないから、うん、悔ししむわけでしょこれは、ね、だから悔しむっていう振り返り方には別用でありえたっていう一種の基調音があるわけですよ僕らの中にね。うん、だから悔しむわけですよ。で 別用であり得たかもしれない可能性が過剰に僕たちのかつてを取り巻いているというのをまあ、ええ、すいません自分丸出しで篠原語であの痕跡過剰というわけです、うん、結構気に入ってますけどねこの言葉。でもう一つねやっぱり亡くなった人はについては寂しむしかないですからね。 うん、ただねちょっと考えてほしいんですけど果たしてこれ他者がなくなったことを寂しむだけなのか、うん、僕はねこう考えたいんですよ今かつて根源的には新しみと寂しみであると、うん、だからなぜ今が新しいのかすでにその都度かつては寂しんでいるから今が新しいわけです、うん かつ今かつては同時に進行します。い今、あの時間的な、あの直線関係で考えないでくださいね。今が起こった後で、かつてになる。その場合、今とかつては一直線上に並んで、かつてと今っていうふうにね、えー。点で示されるかもしれませんけど。そういう考え方をしたら、さっきのほら。 我々は感性世界をポリリズムで生きているってことさえ成り立たない、うん、わけでしょ。うん、複数のあの感じ分けということが不可能になります。うん、今とかつては同時に進行です。だから本当にその都度寂しみながら新しんで出るわけですよ僕たちはね。だからこれはね他者の他者の 歌詞を寂しむだけじゃなくて、自分をその都度寂しんでいる。だから自分はその都度新しめるそう考えます。だから、この今かつて感をベースにそういう考え方をすると。無常でありながら永遠であると。無常即永遠であると。言えるわけですよ。うん、あの、この三つの様態については、すみません、ほんの宣伝ばっかりしているようで。 よく考えた他の人の本の本は全然出さないっていうのはずうずしいですよねまあ、えー、最初に言ったとおり「自分丸出してごめんなさい」です。えー「まず美に尋ねよ」っていう先あの去年出した本ですね去年の秋。 僕の本は大体ね本人は永遠の名著のつもりで書いてるのにいつの間にか品切れにされてアマゾンで一円で売られるっていうね末路辿ることが多いんですけどねまあこれは今のところ <laughs> 今のところまだ大丈夫ですねはい綺麗な本ですよもう一回あげますけど <laughs> 綺麗な本ですよあのよく言われ出してくれましたねこういうねま偉そうにねまず美に尋ねようだってね でグーグルで調べるとまず「利休」に「尋ねよう」が出てきてねちょっと困るんですけどね。でこれをちょっと戦後日本を生きたあの思想家を例に挙げながらこの「振り返りつつ新しい」ということをちょっと考えてみますけれどもね。 やっぱり懐かししみつつ新しむなぜ新しむかというとそれはあのそ,その時その時 <laughs> 新しいからですよねしかも戦後日本という未曾有のねこれまで日本が経験したこともない敗戦国になったわけですからそういう新しい状況あ,あの新しいっていうのはいいことばっかりじゃないですよもちろんね新しむっていうことはその新しい状況に立つ時はときはえず新しいわけ ただ状況云々に関係なくねあの砂漠に一人ずっと行ってても僕は新しみつつ寂しむだと思いますけれどもねうんまあその点はさておいてあのその場合の日本の対応日本の哲学者思想家の対応としてね僕は3種類あるんじゃないかなと思いますね。有名人一人ずつ挙げさせてもらいましたけど。 平原清、羽二五郎、梅原毅。まあ、梅原さんは、またご存命、またご存命と言ったら失礼だな。まだまだ元気ですけどね。あの、僕が一冊本をお送りすると。三冊ぐらい。返ってきます。すごいプレッシャーなんですよね。あの。俺のような老人が。 3冊書いてる間にお前は1冊しか書けないのかっていうふうに言われてるようでねなんか「すいません」って言いたくなるいや僕よりよっぽど僕の方がっぱ老人じゃないかなと感じるぐらいお元気ですけどもねあの平泉清っていう人はまあ戦前の広告士官を代表する人ですね。あのただ まあそのこと自体は咎めるべきことかも分かりませんけど全然意見を変えなかったのはある意味で思想家哲学者として立派だと思いますね。うん、貫いたでこの人はもうとにかく「天皇神聖の時代を懐かしむ人です、うん、物語日本史」という。 本本が3冊本でね講談社学術文庫で出てますけれども戦後書かれた本です。この「物語日本史」を見ますとね足利時代のことがねほんのちょろっとでねはしょられてるわけですよ。なぜか理由まあ日本史に詳しい人はお若いですね。つまり足利政権っていうののはあの 後醍醐天皇を追い詰めてね天皇神政を目指した後醍醐天皇を追い詰めてそして結局天皇さんをこう南北に天皇家をね南北に分裂させたとんでもないえ悪人だということになるわけですね。だから戦前はあの太平記はこう堂々とあ読むことさえ難しかったらしいですよ。 うん、僕はその当時生きたわけじゃないんでね知りませんけどものの本によると太平記はほらやっぱりね、うん、南北朝かから足利にかけてののねまあ動乱の時代を綴ったもんですねただまあ,あの最近の研究によると後醍醐天皇を悼むために書かれたんじゃないかっていう説も相当強力なようですからね。 別に禁止する必要もなかったかもしれま,せん、ね、まあこの平泉清さんの「日本史の見方」っていうのはことほどさように足利の時代も悔しいからはしょってもいいやろと <laughs> とんでもない話ですけどねまああの彼からするとそうなんですよ。うん、で一方でね悔しみつつ新しむ。 これはやっぱり戦前のね、えー、あり方を悔しみつつ新しいまあそれを代表する有名人だったのがハニゴロさんですね。うんハニゴロ最近ほとんど読まれなくなりましたね。なんでなんだろうと思って最近調べてみたんですよ。うんそしたらまあ理由単純で読まない方がいいから読まれなくなっただけですね。 もう要するにマルク・く主義史観を金閣玉上のごとくにしていてもう資料なんてどうでもいいようなねあれでも読むだけ <laughs> 読むだけ馬鹿になるだけあちょっと言い過ぎましたね読むだけ <laughs> あの変になるだけかもわかりませんけどねただあの都市の論理っていうのがね僕があの大学入った頃学園紛争 真っ只中だったですけどね真っ只中というかちょっと下火なりかけの頃、まあ、よく生まれてましたねベストセラーでしたね都の論理、うん、でねこの人はとんでもない人でね兄弟にとってはとんでもない人なんですよなぜかというと兄弟のあの猿が猿学ケチョンケチョンに言ってたんです猿の研究してもしゃないやろと なぜかといってやっぱりマルクスエンゲルスを出すんですねエンゲルスがすでに言っているとかね <laughs> 早朝怒れって言いたいですけどねまあ怒り必要もないでしょうけどね怒る前に忘れられてますからね、うん、ただハニゴローさんはあのハニゴローとね平泉清の接点があるんですよ、うん、これは何かというとね二人とも早くにクローチェに浸水してたんです さっきも名前出しましたけどね「クローチェの影」って下に書いてますけどこれ哲学とは哲学と歴史は一体化すべきだと説いたのがクローチェですね、うん、だから哲学的政治と呼びたくもなったわけですけでそれに共感を持ったのが羽衣五郎と平泉清です。うん ハニゴロはですね、一旦東大の法学部ですかね、入ってちょっと、えー、ちょっと思想弾圧みたいなことがあったんで怒って東大中退したんですかね。でヨーロッパ外遊の旅に出たんですよ。リッチですね。<laughs> うん、<laughs> 足利銀行、足利にのに銀行を設立した。 創設者の子孫子供ですからねお金はあったんでしょうね、うん、後にあのハニ家自由学園のね、うん、自由学園はあのフランク・ロイド・ライトが帝国ホテルと自由学園設計したわけですよ、うん、まあ途中で帰りましたけどねあの設計あの建設の途中で帰りましたけど。 まあスライトの建築が残っている数少ないその自由学園に向こう入りしたわけですね向こう養子に入ってハニゴローハニスツムのお父さんです映画監督のねハニスツムのお父さんですでこの人はやっぱりほら過去の日本は全部人民を人民を抑圧した人民の立場に立つと。 悔しい時代であると悔し,み悔しみつつ新しむと革命を起こさなあかんという、まあ、革命思想ですね、うん、ただ何でか分からんけどあの共産党じゃなく社会党を応援してましたね、うん、どういう事情かわかりませんけどねでも実績業績はあるんですよ国立国会図書館をね非常に今あるような形で。 あの作ったりしましたしねあの赤線地帯が廃止になる時は反対運動しましたねどどうででもいいことすすけどすいません <laughs> まあ理由は単純であの表向き禁止しちゃうと病気が陰で蔓延するだけだろうというまあそういうことですけどねまあ今日の話題と関係ないんでやめときますね。 まあ、懐かしみつつ新しい悔しみつつ新しいあクローチュの話 <laughs> やりかけて忘れてましたね <laughs> あのそのハニゴロウさんは中退してあのヨーロッパ外遊している時にねあれこれ自分の死とすべき人を訪ね歩いたんですよ。うん、そこでで見出したのがクローチュでね クローチェに挨拶したくて家の門の前まで行ったんですところが僕みたいに恥ずかしがり屋だったんでしょうねあの門の前まで行ったのにねあのドアを叩かずに帰ってきたみたいです、うん、でもあのすぐ訳したんですよ、うんえー、1926年でしたかね何歳ですか25歳。 イタリイタリア語からかドイツ語からか忘れましたけどね。それはあの戦後あの歴史歴史の理論と歴史という形で戦後も岩波文庫でずっと出てますね。今も多分手に入ると思います。うん、あの昔の人ならではのねこう総史帳の 軍弁語帳というかね、ちょっと恥ずかしくなるぐらい大業なね、文体で訳してますが、<laughs> ますけれどもね、ただねこの懐かしむと悔しむだけじゃ僕はダメだと思いますやっぱりね、ダメだと思います。まあ深い理由は先ほど述べた寂しむというあり方の根源的な性格によりますけれどもね。 もう一つやっぱり政治的にもダメだと思うのはね懐かしむと悔しむはやっぱりねやっぱり最終的に殺しし合いいになるしかなるかからですよねうん一方で自分の国を奪われた人がいてねこれは自分の祖国を懐かしむ占領される以前は懐かしい時代占領されて以後は悔しい時代そしたら悔しむ振り返り方をして。 占領しした側に対しては恨みをぶつけるしかないわけですよ。うん、こうなるともうね殺し合いになるしかないですからねいつまでたっても堂々巡り。やっぱりあの寂しむというね、うん、より根源に遡って悔しみ 懐かしみも寂しむで裏打ちしていくという作業がやっぱり必要じゃないかなと思います。うん、それをあの、まあ、僕みたいな言い方してる人は、まあ、この三人誰もいないんですけど。あの、僕、僕的な言い換えをしているだけなんですけどね。梅原武さんの立場は、あえて言うとそうじゃないかなと思いますね。うん。 これは循環思想と言えるんじゃないか。本人はあの英語循環という言い方をしています。うん、英語循環、英語回帰にねニーチェの英語回帰に張り合ってるんですけどね。うん、英語循環。でもっと具体的に言うと縄文時代です。あの彼がモデルとするのはね縄文時代。あのあえてざっくりと言いますと縄文時代っていうのは。 あの自然と共生するね森が森の文化の時代であるこれは本当に循環する自然の循環の中に生きているそういう自然の循環に合わせて魂も循環していく、うん、そういう哲学ですね。 これ梅原さんがそう,そういうふうに言ってるわけで本当の縄文はどうか知りませんけどね縄文時代実は米が作られたんだよとかねいろいろいろんなことが最近言われてますね。うん、ただあの梅原さんの念頭にあるのはやっぱり岡本太郎さんですね。うん、だから岡本太郎があの新しみつつ振り返るっていう話は芸術家ですからね。 岡本太郎さんが新しみつつ振り返るという生き方で振り返ったときにクローズアップされてきたのが縄文土器なんですよ。なぜかというと日本でオリジナルな芸術作品と言えるのは縄文しかないだろうというのが岡本太郎さんの結論だったわけですよ。芸術は新しくないといかんとモノマネだけじゃいけないと日本の芸術あの岡本さんの同時代も含めてね。 振り返ってありがたそうに祀られているのは全部大陸からのものまねばっかりじゃないかというふうにこう断罪しましてねでも縄文土器を見たら、えー、ななんかね、えー、ただなるのものを感じたわけですよ。うん、これはものまねじゃないと、うん、実際そうなんですけどね世界最古の土器、うん。ちょっと最近もっと古いのが見つかって。 困ったなぁということも起こ,起こってるみたいですけどね、うん、まあ詳しくはわかりません僕はただ物事の考え方としてねだから岡本太郎が新しみつつ振り返るという芸術パターンで縄文クローズアップした馬原さんはそれにちょっと触発されてね縄文に注目するようになったんですよであの。 何かといえば岡本太郎さんのことを出しますからね縄文について語るときには。でまあその政治バージョン哲学的政治バージョンが振り返りつつ新しむ上原さんの場合は縄文を悔しみ懐かしみ寂しむということになります。なぜ懐かしむかっていうことやっぱりこれはね人類の本来あるべき元凶である。元、う、凶、ん、っていうのは元のふるさと。 玄っていうのあれですよ元のふるさとですね、うん、とすべきもんだからです森の文文明が生きていた縄文を懐かしなぜ悔しむかというと縄文は弥生、まあ、縄文から弥生に移り変わる時に滅ぼされた側ですからね縄文人の立場になると悔しいわけです 悔しい、うん、でも寂しい。なぜかというと自然と共生っていうのがありますから、まあおそらくね梅原さんはまあ言い過ぎかも分かりませんけど僕は密教思想だと思います <laughs> 密教思想梅原さんの立場はね本人はあまりそういうことを表立っては言いませんけどね。 でも、彼の考え方に近い仏教思想っていうのは、やっぱり密教思想ですね。うん。その鍵はやっぱり自然っても非常に重視する。自然を友とする。という生き方ですね。だから、あの。修験道も密教に組み込まれるでしょう。ん。で、梅原さんが。あの、明治維新の。あの、廃仏毀釈を非常に悔しがっておられるのはね。 やっぱりつまり神仏集合が,集合が禁止されたあのもう一つあるんですよ実は主言道も禁止された、うん、だから森の思想がぐちゃぐちゃになっていくわけですねある意味で修験の人が森の文明を守っていたという側面もありますからね、うん、これが禁止された。でも 神仏集合にせよ修験道にせよ非常にこれをあの大きくまとめ上げたのは密教なんです修験、うん、の場合はほらあの、えー、何派だったっけ第五次を本次とする修験道と、えー、そこのえっ、ー <laughs> 院、そこにあの東山修験道を開いてられる鎌田斗司さんもいらっしゃいますけどねあのそれは明治時代のことじゃありませんもちろんね <laughs> あのまあどちらも密教ですね正午院も大悟寺もね大悟寺は真言密教だし正午院は大密天台密教ですねうん。 はい、でまあその密教の考え方ですねあのやっぱり自然を友としてもうだから無常といってもね自分も,すべ自分も宇宙も全部無常なんですよ。うん、で無常即永遠なんですよ。無常即永遠の立場を最も推し進めたのが空海。 ですねうんまあ、この話出したらキリがないんですけど詳しく詳しくは空海と日本史を <laughs> ご覧遊ばせはいで上原さんもねあのクローチェのことが念頭にあると思いますどっかであの口にしてましたけれどもね、うん、ただ膨大な本なのでどこだったかは忘れましたけど。 なぜクローチェかというとやっぱり哲学と歴史をこう最終的には一体化させようとするねその立場自体にあると思いますね。ただちょっときついことを言わせていただくとあのクローチェは論論理理ががあるわけですね論理学がね学だから膨大な膨大というか分厚い論理学の本もね書いてます。自分のの論理体系あっての うん、哲学と歴史の同一史です。うん、申し訳ないけどこの平泉さん羽生さん梅原さんも含めてまだあのクローチェに匹敵する論理はちょっと提示しえていないんじゃないかなと思いますね。 ただ梅原さんは100歳までに自分の哲学を完成するって言ってますからねまだ何年か残ってるから決めつけうとはできませんね、うん、そこであの一番下に「猛獣対珍獣」と書きましたけどね梅原さんのあるパーティーの席で羽賀徹さんでしたっけね梅原さんの「武」っていう名前は猛獣の猛であると言ったんですね。 珍獣っていうのは誰かというと僕のことを珍獣と言った友人がいましてねでまあ何を書いたかというとあと数年は猛獣と珍獣の戦いが続くということですねどっちが先に体系化するかすいません余計なこと,っ、えー、っと時間がなくなったら辞めるつもりだったんですけどねまあ 10分遅れてそうだだねね始まったんだ、ね、ちょっと甘えちゃいますね。はい、であ「振り返りつつ新しむ」っていうのを自然を友とするっていう方向で、まあ、縄文的なね、うん、考えようということをお話し,しましたけれどもあのただこれはあの振り返り方の質の問題でねどこに重点を置くかの問題の例として ム原さんを挙げて縄文と言ったんですよ。僕僕にとっては縄文はね、あのどうでもいいと言ったらね、言い過ぎですけどどうでもいいです。<laughs> あのこだわらないです。別にどこを出してくれてもいいです。僕にとってはあれなんですよ。ついでに言いますと、あのこれはね、僕は星空を見るたびに寂しみつつ新しいを行ってます。 なぜかというとね今こうキラキラと綺麗に光って見える星のいくつかはね何億光年も昔から届いているものもあるかもしれない。それれは滅びているかもしれないんですよだから今今見ている星が実はあの新しむだけじゃなくて寂しみつつ新しまないといけないというか。 いけないという問題じゃないですね。もう見てるってこと自体が寂しみつつ新しんでるわけです。星空を見ること自体が寂しみつつ新しい。うん。だから縄文より古いです滅。滅んでるかもしれない星を寂しんでるわけですからね。うん。まあだからどうでもいいって言ったのはそ,そういうことですよ。はい。で。 これをね、自然をともとするアートの側で考えて何年か前から考えてますけどでそれフーガです日本的に言うとフーガ日本では美というか美とか芸術という言葉はね明治、まあ、以降持たされたような意味はないんですよね。芸術っていうのはあの武術のことも含んでましたから。うん だから美術という造語をね、あの作ったわけですボザール、フランス語のボザール、美しいアートと書きますね。いい役だったわけですよ。美術っていうのはね。だから坪内逍遥の小説神髄を見ても、小説のことを美術で呼んだりしてます、うん。全芸術ジャンルを美術で呼んでたわけです だから東京芸大美術学部っってて間違ってるんですよね余計な方ですけど <laughs>。でじゃあ何て読んでたかっていうとあえて言うと「風画じゃないか。少なくとも場所はそうでしたね。あるいは空海のね昔空海の本を読むと「風画って二通りの意味で使ってます。 一つはあの中国で本来使われた意味で比喩の種類です、うん、比喩の種類6つあるんですけどね6つというか6つある中の3つが比喩の種類だったかなまあその話は空海と日本思想に書いてますから読んでください。あのただもう一つの意味はねこれも中国で同時代っ空海と同時代にもう既に流通し始めた考え方ですけど。 文芸一般をフーガと呼んでた。うん。だから空海が編集した文芸論集ですね。文教皮膚論と言いますけど、文教皮膚論のフーガの要領を調べてみるとね。2通り入っています。うん、日本でおそらくフーガっていうものがヨーロッパの美にあたるようなね。そういう含みで使われ始めたのは、この空海の要領の影響が大きかったんじゃないかなと僕は思いますけどね。うん。 まあそのの流れの果てに芭蕉も空海の名前を何か所かで引いてます空海という名前じゃないんですけどね南山大師とかね全然違う言い方で言及してますから知らなかったところじゃないんですねであの風雅です風雅っていうのはねこれ「友達関数」と呼んでますけどねあの 普通関数といったらファンクションだけですけど、えー、篠原関関数数は違うんんでですよ友達関数なんですよまあいかにも数学に弱い人が数式使いたがるようなもんでねあんまり本気に捉えないでいいですけどフーガっていうのはあの B の次乗イコール F 括弧 N、ね、何のことかわからんでしょう、うんあの。B はビカミングの略です。 生成でだから B の事情は二重生成ですフレン F はフレンドですね普通はファンクションですけどね N はネイチャーです自然つまり自然を共とすることで二重生成をするつまり自然の感じ方も変われば自分も変わっていくと、うん、二重生成これが風画である。 えと日本の歌人がたくさん桜を読んでいることでね僕らの桜の見方も違えば自分自身の在り方も変わっていく、うん、それがあの二重生成ですまあさすがに太陽を見るとともに岡本太郎の「太陽の塔」を思い出す人はいるかどうか知りませんけどねあのまあでも岡本太郎さんはああいう「太陽の太陽の塔」を作ることで僕たちに 自分自身のあり方も変えて欲しかったはずですよ、うん、自,然の自然の根源である太陽生きとし生けるものの根源である太陽を友とすることでその自然全体の見方も変われば自分自身の生き方存在のあり方自体も変わっていくそうなってほしかったと思いますね。うん、あの 梅原さんの考えもそうなんですよ。太陽は自然、生きとし生けるものの根源であると。だから、森、なんで森の思想を説くかというと、太陽の恵みがこう循環していくからです。森を通してね、循環していくからです。その点岡本太郎と梅原武さんは本当にいいカップルですね。うん、芸術の場合だったら、これがあのう、N、の代わりにね、あの まあ、どう言っていいか分かりませんけど SQ ということにしています SQ、うん、つまり感性的な性質ですね色,色なら色音なら音というね感性的な性質どの感性的な性質を友とするかで世界の見方も変われば自分も変わっていく。さっきのマティスの絵で言えば独特の赤という色合いを えー、そういうセンシブルクオリティをね選び取ることで世界の見方も変われば自分も変わったはずなんですよマティスはあの絵を描くことでね、うん、理想をバーンとただそれを見る僕たちも変わっていきますよね僕は自分の人生でマティスがいない世界なんて考えられないですよ。うん あるいはボナールがいない世界って考えられないです、うん、それくらいやっぱり芸術というのは人に影響を与えるデュシャンがいない世界も考えられないしイヴ・クラインがいない世界も考えられないですで、えー、今年から実は篠原元昭にあの肩書きが増えましてねまあいろいろありましたけどね「マブサビアンシュとかね 方法詩人とかね <laughs> あの、えー、超絶短詩人っていうのもありますね、うん、今年初めにねホテルで講演させられましてね某集まりがあってふと思い立って「風雅モダニスト」を名乗ることにしますと言ったんですけど今日は2回目です「風雅モダニスト」を名乗ることにしました。はい、フガモダンっていうのはあのはあ <laughs> また本の宣伝ですね <laughs> まず「美に尋ねよう」「題代が風がモダンへ」と「モダン」という言葉自体にねこう新しい新しさをこう追求するという含みがあります語源的にねラテン語の語源的に「新しさ」っていうそういう意味が入ってます。で芭蕉自身もね17世紀の人ですから17世紀っていうのはさヨーロッパで新しさを求める その追求の追度度合いが非常にに加速度的にアップした時代ですよね。うん、<laughs> まあやっぱりモダンのモダンが非常に喧伝されるようになった時代が17世紀だとするとあの同じ17世紀です。で風ガというものそれ自体に実は新しさという意味があるっていうのは。 芭蕉の言葉「新しみは徘徊の花なり」という言葉一つを見ても分かるんですねただやっぱりまあモダンという言葉は余分か分かりませんけど「風雅モダン」というふうに言ってみました。で「新しみつつ寂しむ」「寂しみつつ新しむ」が哲学的政治のね僕にとって究極の境地だとしたら。 フーガモダンの究極の境地は新しみつつ寂しいということになりますこれ読めないですね自分丸出しといった理由は自分の死を <laughs> ちょっと <laughs> 書いてみましたフーガってのは N に何を代入するかでねあの変わっていくわけで N n に何を代入するかですね F 括弧 N 僕の場合タコみたいへヘナヘナしてるかも分かりませんけど滝です。でまあこれから別に宣伝したいわけじゃないんですよ。あのまあ、軽く宣伝はしてるかも分かりませんけどねこれからはあの恩返しです僕はあの政治はねさっきも言ったような理想的な境地からやっぱり、えー、法音 空海さんは法恩と言いましたけどね法恩、うん、こ,これがやっぱり軸になるはずだと考えますまあその話は踏み込めませんけどねで僕にとっての非常に自分の人生を芸術的ないしは風,風雅の世界で彩ってくれた人に対する恩返しのつもりで書いたのがあの 空海の間っていう詩集があります空だけ漢字ですけどねあとは空海の間で海の間はひらがなですいつ出したのかな忘れちゃいましたけどね 2000, 2000, 2000何年だったか忘れましたけどはいでまあその恩あるしといくつか歌ってますけどまあでも この話時間ないかもわからないですねまあちょっとこれだけあげますね京大への恩返しのつもりでね <laughs> どこが恩返しなんだと <laughs> 言われそうですけどね実は僕が京都大学にね初めて興味を持ったのは小学生の時にね湯川秀樹の伝記を読んだ時なんですよ。うん その直前まではプロレスラーになりたいっていうのは僕の夢だったんですけどね <laughs> その伝記を読んでからあ科学者になりたいと思うようになった <laughs> ただ湯川さんに憧れたんじゃなくてね湯川秀樹のお父さんに憧れた地質学者でね京大の理学部の地質学教室の創設者って言ってたかなうんいずれにせよ古い時期の人ですうんで京大 地質学教室の人に僕は二人ぐらいお世話になっている一人はあの京大博物館の館長さんである大野照文さん、うん、でこの話で実は盛り上がったこともありましたね湯川秀樹のお父さんが彼から聞いたんですけどね地質学教室の創設者だ間違いはないと思いますけどねそれ以外でも調べたわけじゃありません <laughs> あの京大博物館で「まぶさび展」というね展覧会をやらせてもらったことがあってねこれは異例のことだと思いますけどね本当にね大野さんのお父さんが日本画家有名な日本画家ということもあってまあ非常にあなたに理解があったということですけどねもう一つはねこれは若い人にも送りたい言葉ですけどねあの 本当に一回しか会ったことがない京大地質学教室の出身者の大学の先生ですけど素晴らしい言葉をいただきましたね、うん。それは何かというと「学問と芸術は人生に残された最後の道楽である」と。いい言葉でしょう一回しか会ったことないんですけどね名前も実は思い出せないんです名刺もらったから探せば分かりますけどね。うん、セイリベタル セリベターなんでね探してもどこ行ったかわからない申し訳ないですけどねこれは本当に究極の言葉だと思いますねあの芸術や特に人文社会系を抑圧しようとする世の風潮に対してはね突きつけたい言葉ですね、うん、もう一回言いますね <laughs> 録画されてるからもう一回言いますね 万が一安倍総理が見ることがまあないかわ分かりませんけどね <laughs> あの学問と芸術は人生に残された最後の道楽であるまあ縁を感じますけどねこれは実は湯川秀樹のお父さん小川拓治さんって言ってましたっけね名前すいません忘れちゃいましたけど「アルノ川の夕暮れ」っていうこういうレイアウトなんですよ。 一つはこの番番号号ですね番号ここに小さく上がゼロですけどねゼロゼロゼロです。で目字ノンブルがない代わりに何ペン目か分かるように数字を書いています。この雫の滝ですでここだけ大文字で中抜きにしているのは滝壺のつもりですこれが一つとこの上から落としている。 ぶさびしっていう五五五の死刑がまあ僕が日頃実践しているぶさびしっていう死刑なんですけどねもう一つはこの真ん中の空白が滝です <laughs> こう両開きでねレイアウトしてますから真ん中を両側に寄せてますから真ん中空白が空くようになってる。でこれ自分でも気に入ってるあれですけどねえ。<laughs> しょうがないですけどね一応読ませてもらいますと「フィレンツェは京都へと夕暮れて」「アルノ川に日が沈み鴨川みたい」と湯川秀樹の親父ども「下半にはダンテが車で突っ走る」「アルノ」「通りかかった銀融詩人も苦笑い」 ねまあ、笑っていただければ嬉しいいです笑取笑るための詩ですからね僕の詩集はね、あのー、笑ってもらわないと困るわけで <laughs> まあその時湯川秀樹の伝記で読んだのがねあのそのお,お父さんがフィレンツェ行った時のことが書いててねなんて言ったかというとねアルノ川っていうフィレンツェへ流る大きな川がありますけど。 まあその夕暮れを見てね「おお鴨川みたいだの」と言ったらしいですい <laughs> いい話だと思って。あのー、ねえ大体ほらあの向こうに例えるじゃないですか日本人はねあのすぐは浮かびませんけどねうん。え 近畿の南の方、南の方にスペイン村とありますよね。<laughs> まあ、行ってみるとああいう感じですね。うん、長崎の方にオランダ村ってあるじゃないですか。<laughs> 向こう向こうに例えるいいですね。こういう見方ね、アルノ川を見てね、普通だったらカム川を見てね、ヒレンツェ帰りの人があアルノ川みたいだなって聞き取って言うと、こうね、サになると思い込んでるアホな人が思い浮かびますよね。 そうじゃなくてあるノ川を見たら「鴨川みたいじゃないか」というふうにねそれはまた帰ってからじまいそうにね息子にこう話して聞かせるいい情景ですねうん「ある野川じゃないあの鴨川みたいな川があったよ」と「なんかあるノ川というらしいぜ」とか言ってねまあ最後わかるちなみにルノーという車で走ってる っていうのは誰でもわかると思いますけどね。それを超絶単身したら、あ、ルノーと。<laughs> も元もと。アルノーダニエルという有名な吟遊詩人がいます。それをかけたんですけどね。わかっていただけましたかね。うん、あんまり期待できそうもないですね。<laughs> まあ <laughs>。で。これ、兄弟される時も、もう終わります。あと一二分で終わります。ええー。 記念にね記念にチョークを1本もらいました <laughs> 許してもらえますよねあの名誉教授取り消すということはき <laughs> 関係者に言われないことを祈りますけど1本だけチョークをいただきましたで麗にあに上等のコンパクトにグッチの景品ですけどね、えー、ただでもらったんであの でチョークをきれいに布団に寝かせるようにして入れて、まあ、マイオブジェットいたしました。でちょっと見てほしいのはこのかわいらしいでしょうこれこれがこれがチョウチョのつもりです。でこれちょっとひん曲がってるのがクッというねチョウクッとこうね。<laughs> ああチョークを持って兄弟で汚い字と下げすまれながらも板書して講義をするのもこれで終わりだなとグッとこみ上げてくるもんがあるなあということでまあ年取った蝶々ですけどね <laughs> 飛び立つのは <laughs> これから飛び立つということチョークという感じう、ね、ですここにチョークで落書きしてるんですけどもうほとんど読めないですね「蝶」チョーという字と「く」と書いてますけど。 一生懸命機能を移してきたんですけどね <laughs> なかなかで、はい「ありがとうお幸せに」ということでまあ本当にあの兄弟と、えー、まあのびのびと、えー、過ごさせていただきました、えー、兄弟とまあ家族に感謝したいと思います皆さんどうぞお幸せに 以上で終わらせていただきます。ありがとうございました。先生ありがとうございました。あ、どうも。あ、ありがとう。<laughs>